どうもこんにちは、ゆうころです。実はこれテイク2なんですね。僕裏でマインクラフトやってたんですけど、トラップタワーってわかります？マイクラやってる人はわかると思うんだけど、トラップタワーで放置したんですよね。そしたらスケルトントラップタワーだったんですけど、動画見直したら3秒に1回ぐらいカランカランっていうのが入り続けててボツになりました。どうもこんにちは、ゆうころです。今回はミナカとココフェルケナ使っていこうと思います。はい。でね、これちょっと先に一個だけ質問に答えておきます。はい。ミナカココフェルケナ、ミナカイベルカーナ、ユーコレさんどっちの方が強いと思いますって結構聞かれたんだけどね。これもう僕の中で答えがちゃんとあるんで、先に話しておきます。はい。ダントツで、ミナカココフェルケナを僕は推します。これ理由がね、二つほどありまして、まず一つ目、ミナカココフェルケナに関しては、追い打ちがいらないと。イベルカーナの場合ね、追い打ちいるんですね。そう。ちょっとそこのめんどくささの兼ね合い、もう一つ、今のね、パズドラの一番難しいダンジョンで、裏異形なんです。まあ一応ね、超壊滅無限回路こそあるものの、まああれはね、あくまでも半分チャレンジダンジョン的な感じなんで一回置いておきましょう。はい、現状ね、報酬があるダンジョンで一番難しいのが裏異形ということで。で、裏異形って、やばい先生がグンダリとヘラニクスで、まあ10万ぐらいなんですね、どっちも。ってことは、HP11 万確保しておけば、基本的にこのパーティー、ミナカココフェルケナって一生負けないんですね、マジで。発狂食らう以外でね。で、発狂自体は、イベルカーナの火力で絶対に、ロックスあれ以外、ごめん。ロックスはちょっと例外なんだけど、でもロックスもワンチャンね、サラスバティならワンチャンある。で、リムルラ当然いけるから、これ多分リダチンされてもワンチャンはあるんだよね。そのぐらい強くて、まあ、意外とワンチャンはあるということで、結構ね、なんとかなっちゃうんですよ。となると、もう結局、裏異形って、イベルカーナのような耐久力いらないんですね。それに対して、イベルカーナのメリットって、やっぱココフェルケナを超えた圧倒的な耐久力、HP2 倍に軽減っていうね、圧倒的な耐久力ではあるんだけど、まあ別に裏異形ではそんなにいらないということで、個人的に今の環境においてはココフェルケナの方が上になると思います。なので僕は、ミナカココフェルケナを押します。でも全然ミナカイベルカーナも2番目には僕は強いと思ってる。なかなかやばいです。で、今回使うパーティーはこちらですね。はい。水属性版ネルギガンテ。サラスバティ使っていこうと思います。はい。サラスバティなんですが、この子ね、3ターン水目覚めに水ドロップ生成があるんだけど、まあ、ここをフレンドで使うんで、まあ別に追い打ちいらないんで、もうめちゃめちゃ強いんですね。これこの前1体だけ入れて使ったんだけど、超強かったんで、今回はサラスバティ使っていこうと思います。はい。で、最初のために一応属性吸収無効つけてますが、まあ最初はループさせません。で、あとはパーティーはこんな感じだね。はい。ミナカはカボデビ継承。リメルル、カムイ継承ですね。これでまあ水ドロップ強化いっぱい呼んであげる上に吸収無効も対策。イベルカーナは火力要因でヘレネつけてます。ヘレネ欲しいかな、やっぱりできれば。で、フレンドはね、ライトニングで、まあ一応暗闇耐性 100% にしてるっていう感じになります。はい。水ドロップ強もいっぱいあって、水裂強化もいっぱいあって、まあ、目覚めもあれば負ける要素はないでしょう。ということで、裏異形行こうと思います。行きましょう。じゃあ実際にやっていきましょう。1階層からですね。とりあえずサラスバティだけ使います。はい、行きましょう。でまあね、基本ね、今回ちょっとせっかくなら敵の運さえ良ければタイムも狙いたいんだけど、この遠征ね、ビッグフットとかそこら辺に関しては少しワンパン厳しいんで、まあ敵の運が良かったらちょっとタイム狙いたいなっていうのはある。あれね、もちろん RTA じゃなくてあれね、ミナカココフェルケナの、まあせっかくならね、結構早めにクリアできるっていう強さを証明したいっていうだけなんだけどね。指に関してはね、指輪ついてるんで比較的長いですが、ちょっとスカーレットとか食らっちゃうと少し怖いかなってところはあるよね。リムルルが指伸ばしてくれるんで、まあ、カムイの場所まで、カムイ使う場所まで行けば安心かな。で、2階層は水の無効管で倒せます。はい。で、基本的にね、まあ、無効管でもいいんだけど、道中は、列で突破していく感じですね。道中は列で頑張っていきましょう。ここちょっとめんどくさいけど。まあ、お邪魔耐性ないからね、しゃあない食らうのは。はい、はい、はい、はい。はい。はい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 、オッケー。でこれね、パッと見危なそうに見えるけどね、意外とそんなに危なくない。次の階層の先生も回復落ち込みこれなしでね、耐えれるんで、まあそもそも突破できてないからいいんだけど、そう、ヘレネー武器だったらね、80% 以上強化になるんで、こんな感じで 80% 以上ならもう絶対倒せます。で、4階層、はい、来ましたね、赤オーディン、赤オーディン、そして青オーディンの場合はね、これリムルル使ってあげてください。で、緑オーディンの場合、緑オーディンの場合もリムルル使うんだけど、緑オーディン、ちょ、言いづらいわ。緑オーディンの場合は、80% 盾があってワンパンできないんで、まあ、2パンするかもしくは2ターン目、3ターン目か。2ターン目まで 80% 盾があるから、それが終わってから突破でいいと思います。はい。まあ、これで倒していくと。OK ですね。で、ちょっとここで、サラスバティに継承してるリムルル使っちゃうんで、ちょっとね、ここに関しては、まあ、スキルがなくなってしまうと。はい。まあ、本当は使いたいんだけどね、これ使っちゃうと吸収無効なくなっちゃうんで。ただまあこれね、ちなみにこの階層をここ突破できないと今この状況負けるんでね、この場合別にね、ここヘルケナを使ってもらったら OK です。はい。で、これで倒していきましょう。もちろんね、
死ぬ場合はね、全然もうあのスキルとか使っちゃっていいんで、例えばここね、ここヘルキャノンに継承してる木馬に関してはね、もうちょい後で使いたいんだけど、今死んだらね、後で使うも何も一生使えないんでね、安心して使ってください。で、6階層ここは追い打ちというか、まあ、無効貫通組みながら倒していきましょう。サラサバティ使います。はい、サラサバティ使ってあげて突破していきましょう。はい、じゃあ木馬はね、あったらね、あのアースバロンが少し楽になるんだけど、まあイベルカーのバインド食らった場合5ターン耐久すればいいしね、そこまではやばくない。はい、でここ無効貫通で倒していきます。はい、まあ別にこの毒ドロップはそんなに消しても問題はない。3個までならね、ちょ消しすぎると注意よ。はい、でこれで倒していく。で7階層どっち来るかな、なんかアグに来そう。おお、こっちか。でここね、こういう風に遅延めっちゃ食らうとイベルカーのたまんねえんだよマジで。これ多分ボスまでにもたまんないですね。なんで道中でグダった場合は、あ、イベルカーノ溜まってる、やったーって思ってもらっていい。いや、イベルカーノをね、悪魔キラー2個に変えるってのもありっちゃありなんだけどね、悪魔キラー2個で遅延振るってのもありなんだけど、やっぱイベルカーノは火力欲しいよな、さすがに。まあ、なのでちょっとどうしてもね、こういう風に遅延食らいまくっちゃうと後で溜まんなくなっちゃうけど、それはもうどんな。でここ、はい、こんな感じで突破していきます。回復しながらなんで、別に毒が消えても大丈夫。 HP5 万9000しかないからね、毒食らってもそこまで痛くないんだよね。そう、それはまあある意味いいところで、8階層カボデビ使いましょう。てかまあ使わなくてもいけるんだけどね、これあえてちょっと使わずにいくか。あのね、見てもらって分かると思うんだけど、ちょっとあえてこのままいくね。わざとね、これ別に僕が今カボデビ使わせれてるわけじゃないからね、さすがに。はい、こんな感じかな。これで別にね、リーダースキル発動してるんで、はい、毒こんだけ食らおうが、はい、こんな感じで全然食らいません、全然食らいません。だ別にね、カボデビね、使わなくてもいい。ただこんだけ毒がある中パズルしていくのはさすがにハイリスクすぎるので、まあ、できることならカボデビ使いたいよねっていう話だ。ただまあ回復ドロップが復活しない限りは、この HP のおかげで毒ダメージも全然食らわずなんで、もう安心ですね、安心、安の心ですね、本当に。回復3個でだってこれだからね。いやもう回復力減少とか関係ない、別に結局これで回復するから。あ、ちょっと危なかった。あ、ちょっとカボデビ使います、カボデビ使います。ちょっと危ないちょっとビクッとして、今ごめん、正直やめましょう。はい、皆さんはね、カボデビすぐに使います、本当にやめます、こういうバカみたいなことするのは。あ、出たルーレット、こいつ76でもうぜえからムカつくんだよなこの人この人76でもめんどくさいっていうね。でサラスバティ使いましょう。はい、またサラスバティ使って、ここからサラスバティループの始まりよ。ちょっと待って、これはね冷静にいこう。ほんとめんどくさいよねこの人。76でもめんどくさいってある意味称号だと思う、この人の。この人限定称号だね。76でも君はうざいで賞を認定しますってあげたいわ。この人コンボ吸収だけじゃなくてルーレットがマジでうざいからね。でここね、あのね、サラスバティある場合はね、使ってもいい、もはや。この場合使ってもいいんだけど、まあでもまあ別にね、死ぬことはないんで爆弾適当に消してあげて、まずは一段耐久しましょう。はい、こんな感じで6コンボちゃんとしてね、6コンボ絶対6コンボしてね。これ6コンボできないと死ぬので、マジでこのパーティー6コンボは絶対忘れる。あー、うーんお、弾いた、やったぜ。 20% を引いていく。この場合まあちょっと動画的にはよろしくないからあんまり言いたくはないけど、水ドロップを、ね、全部あれにしてください。回復に変えてもらって、水ドロップだな、毒ドロップを回復に変えてもらえれば、で、右側にサラスバティ使って水作って、で、毒ドロップを回復に変えてあげれば耐久できるかな。でも、もしくはスキル使って頑張る。ココヘルキャノンとか溜まってる場合はね。まあ、リムルラー溜まってないと思うから、さすがに。ちょっとまあ、今のは本当はあれだね。落ち込ん呼ばないが正解だねもしくは呼ぶなら削り切る。そう、どうせ呼ぶなら削り切るか。ちょ、今のは正直めちゃめちゃ運悪い落ち込んだった。まあでもまあそこまで問題じゃないですか。まあ問題だけどねまあ問題だけどそこまで問題じゃない。はい、倒していきましょう。サラスバティのリーダースキルは、あ、ちなみにね、イベルカーナリムルルにリーダーチェンされた場合は、強くなると言っても嘘じゃないぐらいに全然問題ありません。サラスバティリタチェンの場合はちょっとめんどくさくて、あ、待って、これあれだ、仮面使ってないからあれするけど、水を何個も消す必要があるんでちょっとめんどくなります。ただまあ仮面使ってあげてサラスバティ打ちましょう。まあこれある意味ね、ロックス今回出ないかもしれないんで、ロックス出たと仮定していきましょう今回は。はい、ロックスが出たと仮定するとですね、こんな感じで水を何コンボもする必要があります。水3コンボだっけな、サラスバティ確か3コンボ、水の3コンボで OK だったはず。
はい、こんな感じで1列含みながら水の3コンボしてあげれば4コンボだった、ごめん4コンボどっち5コンボあらまあまあ5コンボまでしてもらえればねマックス火力出ますんで、はい、そんな感じでお願いします。意外と君結構豪華な子だね。でまあね、多分これは水5コンボなんか無理だって人いると思うんだけど、ちょっと一回じゃあ水1列組みますね。多分だけどこれ倒せる、知らんけどな、多分倒せると思うんだ。水2コンボで十分だと思う。だから水1コンボだとさすがにちょっと怖いけど、さすがにちょっと無理かもしれない、リーダースキル乗らないから。多分水の落ち込みが1コンボ来れば倒せると思います。ナイス。でもこれでね全然いけると思う。イベルカナ1億7000万だから全然いけると思う。水2コンボで十分な火力は出る。で、イベルカナ使ってる状態だったらもっと落ち込んくるんで、ロックス来てもなんとかなるかな。はい、そしてなんとかイベルカナを貯めることに成功した。やったぜ。これでやっと今日の本題に入れる。で、ここはしっかりとね、盾張りながら突破していきましょう。万が一ね、間違えてもね、水6個で倒してね、グンダレの先生食らって死ぬなんてことはないようにお願いします。はい、これで倒していきましょう。来た、水6コンボ。どう？水6コンボ。いや、14億。あ、14億。あら、まあ。ちょっと一回、まあ、脳幹でいいですけど。はい。で、ここでね、ちょうどいい感じに帰ってきてくれたんで、このまま倒していきましょう。で、ここもね、しっかりと回復さえ消してもらえれば、次耐えれるんで、何が何でも回復は消してください、絶対に。ここで回復消せないと終わります。はい、こんな感じ。まあ、プレミさえしなければ勝てる編成だからね。サラスバティ使ってない。それが一番のプレミかもしれない。まあ、でもいいや。次、ヘラニクスだから。まあ、サラスバティね、前半は水目覚めとして使えるんだけど、後半は別にね、水生成としても使えるんで、はい、別に無理に使う必要はないです。特にイベルカーのある場合はね、サラスバティ使わなくてもいいんで。はい、で、ここ必ずミナカ使いましょう。ミナカ使ってあげて、あと1ターンなんでね、ミナカ使ってあげて、で、普通に無効感組んであげれば倒せるんで倒します。いきます。サラスバティ使っとけばよかったの、別に。どうせだってイベルカーなんでこと足りちゃうからね、この後。こんな感じ？はい。はい、OK。これで、無効感含む11コンボかな。OK。11コンボなんで多分倒せると思います。多分。メイビーで。ナイス !OK。コヘルギナの神キラー1個が地味に強いっていう。で、クンプーか。色あったら倒そう。色なかったらやめろわ。ちょ、色じゃない、ごめん。10コンボあったら倒すわ。ちょっと盤面見ますね、一回。サラスバティ使って突破したいんだけど、ちょ、盤面見るね。カット。OK、いけるね。じゃあ倒していきましょう。サラスバティからのイベルカナ。オッケー。じゃあ組んでいきます。いきます。全分割するね。いきます。ここで分割、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 分割の分割で分割でお願いします。はい。これでは無効感含む10コンボなんでいけるでしょう。落ち込んだしてもね、全然クンパは10コンボできれば突破できます。じゃあな。イベルカーナで12億。強っ。そして盤面がすごいことに受け返そう。ここに関しては列でいっか、別に。あ、なんか無理にね無効感つく必要もないんでね、別に列で倒していきます。はい、行きましょう。でもこれでいけるしょ、余裕で。はい、列含む10コンボで。もう別になんかでも火力に興味なくなっちゃったんだよね、もう俺別に。ああ、21億ごめん、それは興味あるわ、ちょっとそれは興味あるだろ。さあ20回走。お、出た出たね、準備中先輩。ただ今回火力出るのイベルカーナだけだから、どうだろうね、要とかいたら全然ワンパンも狙えるぐらいなんだけど、イベルカーナだけの火力だったら、まあスーパーならワンチャンあるのかな。じゃあやってみようか、一回。いきます。とりあえずどうしよっか、次もこのままいきましょう。いきます。上で無効感組んで、ここで分割して、無効感2個含んであげれば火力出るよね、多分。これでどうだろう、無効感2個含む7コンボ。イベルカーナ完走するんじゃないの。 OK、 完走。いやー、こんなもんなんだ。なるほどね、こんなもんか。じゃあここ使ってあげて、ちょ、できればね 99% 盾があるうちに倒してじゃん、男のロマンとしてね。やっぱり567891234789123456789。 OK、 いけるね、組めるね。いきます。さてさてさて、いかがでしょうか、これで。1、2、3、4、5、6、7!
どうでしょうこれ火力は。いやー惜しい。いやある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 。あいまたこのパターンじゃねえかよもう。俺いつになったらガズルワンパンできんだよ。ワンパンはまあこのパーティーだからしゃあないけど、せめて倒させてくれよマジで。冷めるわ。はい、消せるわ。バカにすんなお前。ほら闇は強いから、あ間違えた、毒は消せるんだよ。ほらダメんだよお前。ちょっと今めちゃめちゃかっこいいところで、かっこいいところだったのに全然カミカミで何言ってるか分かんないと思うんだけど、今毒は消せるんだよって一応言いたかったっていう恥ずかしい解説だけしておきます。じゃあ向こう側で倒していきましょう。バイバイ。こいついつになったら貫通できるんだろうな、マジで。じゃあ消せないドロップ回復とか入れてるパーティーならよかったんだけどさ、今回さね、サラスバティパーティーだからちょっとさ、その兼ね合いが悪かったよな。はい、そんな感じでした。まあただね、すごい遊びながら勝てるようなパーティーなんでね、強いんでぜひと皆さん、サラスバティ2台持ってる方はね、おこいつそんな使えるんだぐらいのノリで一回使ってみてください。思ってる10倍ぐらい強いです。はい。ということで、よろしければ、チャンネル登録、高評価、ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。今日の滑舌の悪さ、やばすぎる。中国。やば。はい、ちなみにタイムに関してはこんな感じです。すげえ簡単に勝てるんでね、ぜひともやってみてください。そんな感じでご視聴ありがとうございました。バイバイ。